それでは、信頼性を劇的に向上させる ST マイクロエレクトロニクスの HV&HEV 用オンボードチャージャーについて紹介いたします。デモボードは、最大 21kW 出力まで対応可能な OBC システムになります。一層入力では 7kW となっており、インターリーブ動作で1モジュールに偏ることなく、3モジュールに均等な負荷をかけ分散することで、高い信頼性を得ることができます。マイコン、ゲートドライバー、すべて ST 製品で揃えることができるため、OBC 設計を考えられているお客様には、ST ソリューションをぜひご検討ください。デモボードの外観になります。システムとしては、インターリーブトーテムポール PFC とデュアルフルブリッジ LLC となっており、入力は単層と3層を想定しています。左側が入力になり、大きなコモンモード直コイルが2個あり、オレンジ色の円筒状が DC バスのコンデンサーになります。そして画面上側に支えマイコン SPC58N84EN7 があり、この PFC をコントロールしています。PFC では SIC MOSFET である SCTH35N65G2V-7AG のほか、ゲートドライバーは絶縁機能付きの STGAP1AS です。サイリスタ TN3050H-12G、また整流ダイオードに STBR3012G2Y を使用しています。AC 入力範囲はユニバーサルで、最大入力電流は 32A、平均電流モード搭載となっています。LLC ではシリコン MOSFET の M6 シリーズである STB47N60DM6AG を使用。ゲートドライバーはハイサイド・ローサイドがコントロールできる A6387 を搭載しています。整流ダイオードは SIC ダイオードである STPSC20065GY になり、コントローラーは PFC と同じ支えマイコンを使用しています。出力電圧は 250VDC から 450VDC で、スイッチング周波数は 80kHz から 310kHz、CC モードと CV モードが使用可能です。フルデジタル制御により、電力容量で決定されるコイル、コンデンサー以外はコンパクトに仕上がっており、設計の参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。